どうも、秘密結社フードの総帥ハッチでございます。今回は福島2歳ステークスオープン特別の、ね、予想をしていきたいと思います。まあ、2歳って書いてあると、ね、まあ、2歳戦なんですけども、夏の、ね、2歳ステークスがいろいろと、ね、もう終わって、そこに出てきた馬たちと、まあ、新興勢力との戦いというところですが、まあ、あくまで福島なんでね、結構ね、だからといって素質馬は、他の競馬場行くかなみたいなところもなきにしもあらずなんですが、こんな感じでいきたいと思います。今回の軸はですね、ネット競馬想定7番人気サニーオーシャン。まあ2戦目の未勝利の内容が良かったですね。時計的にはまあ指数1番手なんで、まあ正直なところね、これそこら辺を見て馬券を買うってことを考えると、 AI とかね、そういうのも考えるとね、この馬ね、もうちょっと人気すると思うんですよね。まあここのね、それでもタイム1番手ってことで軸でいきたいと思います。まあ、そして4番ルクシオン、現在2番人気。まあ、実質、ね、まあ、重賞オープンとね、2着、4着、4着と検討してます。九州サンバ。まあ、そうですね、国田2歳ステークスの4着の時には、まあ、よかよかの、まあ、ひまわり賞から逃げたかな、みたいなところで、まあ、ここはメンツ、小等数だったし、4着に来れたね、というところだったんですが、その後ね、キキョステークスも4着に来て、まあ、現在のね、この、短距離戦線、この世代の短距離戦線ではそこそこやれるのかなってところは見せてます。まあ、福島だったらということでね、紐に拾っておきたいと思います。まあ、そして7番ルミナスライン、前走ね、逃げ切り勝ちということで、ちょっとあれかなと、もうちょっとね、控えるければいろいろできた方がいいかなって気はするんですが、時計的にも着差的にもね、そこそこ優秀ですし、拾っておきたいと思います。まあ、そして11番のヒロインカラーズ、まあ、前走逃げて勝ったという点ではね、まあ同じなんですけども、まあ、新馬戦がね、サスケ馬で3着まで差し込んできてますから、どっちもできそうですよね。まあ、ですのでね、まあ、あとは状況次第という形でね、うまく立ち回ってくれればいいなということで買っておきたいと思います。まあ、そして12番フォドラ、圧倒的に人気そうですね。まあ、重賞2戦で、3着だったかな、2着3着か、構想してますし、まあ、ロードカナダは3区、コバになっても成長する血統ですから、ここはちゃんと、紐には残しておきたいというふうに思います。まあ、ですのでね、こんな感じでいきますが、まあ、福島でね、九州の馬が勝ったりしたらね、ちょっと、なんていうのかな、維新マニアみたいな人たちが黙ってないかもしれないですけどね、まあ、ルクシオンには頑張ってもらって、こんな感じの馬券でいきたいと思います。明治維新とかね、その辺のマニアの人たち向けですが、まあ、そんなわけでですね、こんな感じの予想もしておきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。